吉田さん、速稼塾のカリキュラムの中に昔ね、ちょっと厳しいコースがあったんですよ。それはね、まあ、69万円のコースというふざけたコースだったんですけども、でもその中には結構大事なコンテンツ入れていて、その中の一つね、メルマガっていうのがあったんですよ。絶対最強メルマガっていうコースなんですけどね、これはメルマガ独自のコースでもまた別販売しようかと思うんですけども、このメルマガの内容がね、私なりにね、結構すごいと。このメルマガは100日連続で書いて100日目にセールスをするっていう、そのカリキュラムなんですけども、なんとね、読者は1人にしろっていう風な指示を出してるんですよ。メルマガなのにたった1人のために書くんですよ。だからその1人を誰に設定するかっていうのが、まずはカリキュラムの前半で課題に出されるわけですよね。でしかも読者にはこのメルマガあなた一人に送ってますよってことを悟らせないように、まるでね、1000人1万人に送ってるように書かしてるんですよ。でメルマガを受け取ってる方はどうでしょうかね、もう本当に一人なんですよ。一人なのに自分以外にも送ってるだろうっていう前提で見るんですよ。書く方はたった一人の人に対してもう完全ペルソナで書くんですよね。だから100日目にセールした時に売れないわけがないんですけども、でも売れないんですよ。なんでかっていうと、メルマガを送るのをやめてるんですよ。もしくはね、メルマガの内容がもうほんと二転三転しちゃうんですよ。だって読者一人ですよ。っていうことはね、適当な人を読者一人に決めるんではなくって、仲のいい人とかよく分かってる人に対して登録してもらって、その人の趣味趣向悩みに合わせたメルマガを毎日毎日書いていけば、そのメルマガの読者さんたった一人をね、毎日ライターと対話してくれるんですよね。でこのメルマガはなんか知んないけど俺にぴったりじゃん、他のやつらも読んでるかもしんないけど俺だけのことをここまで書いてるなんて本当に奇跡のメルマガに出会えたみたいな感じで、ね、最後もセールスを受けてくれるわけですよ。でこれがね、今でこそ明かしますけども、速稼塾列伝のまあ中の何分の1かにあるメルマガですね、この奥義ですよ。うん、ある人はね、自分の奥さんに対してそのメルマガを発行したらしいです、匿名で。なんか俺撮ってるメルマガさ、すごいなんかいいんだけど一緒に撮ってみないって、読んでみってからね、読まして自分で書いてるんですよ、匿名で。で奥さんずっと、ほら私ディズニー好きなんだけど、ディズニーのことすごく細かく書いてある、え、こんな裏技あんの、こういう風なやり方あんのね、えこれ一緒にディズニー行こうよみたいな感じになってきたんですよ。でメルマガ読むのがむちゃくちゃ楽しみで、メルマガ読んだ内容をいつも教えてくれそうなんですよ。こんなこと書いてあったらいいのになーって旦那さんに言うらしいんですよね。そしたら旦那さんはしめしめと思って、それをまさに書くわけですよ。このループなんですよ。で最後にそのメルマガにセールスをするんですよね。35万のなんかコンテンツを売ったらしいんですよ。そしたら奥さん決済してるんですよ旦那さんに内緒で決済してるんですよ。面白いでしょ。で旦那さんは決済してること知ってるんですよね。でそれで何が分かるかっていうと、あ、本当に読者さんのこと分かってれば売れるんだ、しかも旦那さんにでも内緒で35万っていうね、コンテンツの料金だったんですけど、35万っていうのは普通の主婦がね、こっそり旦那さんに隠れて払える金額なんだって確認したらしいんですよ。なかなか面白いでしょ。いってらっしゃい。